今回あの何が驚いたかって、一番驚いたとこからやっていいの？いや、あのちょっと順番からやる、まあ、そう、あの最近ね、うん、あの視聴を始めたっていう方もいらっしゃるんで、うん、その4月のことをね、うん、説明上手な夫さんからあのお話ししてあげてほしいんです、うん、また今、うん、何があったか、おったま旅行、うん、これね、うん、そっち映してくれて言えばね、あまり早く映しすぎるとこれに反射してね、うん、かんないな。まあ要するにあのなんか4月のね、まだあれだ、春休みを利用してたよね。そうそう、あの高校の春休みを利用して、うん、熊本とね、宮崎県に旅行したという話が出てるんですよね、うん、でエコノミークラスを使ったとしよう。そうそうそう、本当かよと思うけどね、うん、で熊本空港からで、ね、車でね五木村入って、それから五木村の別の集落行ってから椎葉村だったっけ、椎葉村、椎葉村ね、椎葉村、宮崎県椎葉村、これを2泊3日で回ったの。そう、ね、あの熊本空港から車で1時間ちょっとにところにある五木村に入って1泊して、うん、そして次の日椎葉村に行って、うん、椎葉村で1泊してお帰りになったという2泊3日のコースを春休みに行われたんです、うん、で焼き畑のなんかことをいろいろ知りたいと、焼き畑のことを知りたい、焼き畑農業をされている地域なんですね、うん、地域だよね。でこれについてですね、聞いたときすぐ思ったんですけど、この地域って私よく知ってる地域で、あの国会議員秘書のときにこのあの九州から選出された議員の秘書だったんで、陳情を聞いたりですね、いろんな住民運動に協力するので行ってる地域だったんですね。五木村ってもともとダム湖の底に沈むはずだったのは、沈まないでいいんだからダムができなかったからなんだけどね、はっきり言って熊本空港から1時間で行ける地域じゃないんですよ。でどう考えても裏山丸ルートとですね、高速道路で遠回りするルートとあるんだけども、どっち使っても3時間はかかるのね、うん、で特に裏山ルートっていって、熊本空港からですね、あの阿蘇の裏の方をですね辿って、椎葉村なりあるいは五木村に出るにはものすごいなんていうかね、途中狭いようなカーブのある道も含めてですね、高速道路じゃないんですよね、くね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 行かなきゃなんないわけで、私嫌だからそこは通りませんでした。あの反対側からね行ったことあるけど、途中で引っ返すようなね、用事があるところ行ったら、まあ引っ返すようなあれで、そこから抜けるようなことはしなかった。それぐらい不便なところなんですよね。まあ20年前だから少し良くなってるのかなっていうことも考えるけど、でも最近の新聞見たら崖崩れとか山崩れがあって道が塞がったりするような地域なんだよね。だからそういう意味では、この記事で書いてあるような旅行はありえないっていうところでおかしいな、うん、できないよこれ。そで、その4月に報道された当時は、うん、証拠になる写真や素材っていうのは一切なかった、何にもなかったですよね、うん、で現れたっていう SNS 情報もないんだよね。ただポチポチとね、うん、私どもの方に、うんうん、なんか言ったようですよみたいな、うん、ちょっと裏が取りにくい情報っていうのは来てたんですよ、うん、で少なくともその複数ね、うん、後で見られたのは五木村に道の駅があるのね、うん、そうそこにはいらしたと、うん、で道の駅は私も行ったことありますけどね、うん、道の駅にはいらしたようだということなんだけども、この中で紹介されている民宿ね、焼き畑という名の民宿ですか、とか、まあ、それは椎葉村だよね、うん、そこに泊まるっていうことも含めて、あるいはこれ今日ちょっと皆さん注意してほしいんですけど、金井さんから正確に説明してもらいますけど、まあ、99歳100歳近いですね、おばあさんがいるんですけど、その方が焼き畑をですね、伝統的にやってると。ただこの方って2人いらっしゃるんですよね。そうそうそう、2人いらっしゃってお一人が亡くなったんですよね、うん、でその亡くなった方はね、もう私もちょっと勘違いしそうになったんだけど、亡くなった方はこの記事とかですね、いわゆる言われているこのエコノミー旅行ですね、うん、エイミヤ家のエコノミー旅行でお会いになった方ではないということが分かったんですよ。そうそうそう、これが重要なポイントです。2009年に
あのエイミヤさんがお会いになった方なんですよね、うん、この方。だからちょっと混乱されてしまうんですけど、うん、この方亡くなったんだよね、そうこの間。あの椎葉邦子さんという方で99歳で、うん、この人とちょっとね混乱しちゃうところがあるんですけれども、この人も焼き畑農業をされてるんです、うんうん、ただあのエッチ君がね、うん、会ったっていう方はこの人ではないです、うん、でエッチ君が会ったっていうのはね、この方なんですよ。竹本菊江さん。竹本さんという方ね、うん、こあの行政区でいうと五木村なんじゃないの。そうそう、五木村なんですよね、五木、うん、村だよね、確か。そうで、うん、この人がね、うんうん、あの栄宮関連の例の、うん、あの国立文化、うん、国立博物館、うん、の池谷さんっていう方ね。そうそうそう、池谷さんの研究に参加して、うん、これあの基幹民族学っていう本なんですけれども、うん、あの研究として取り上げられてる人なんですよ、うんうん、で初日に、うんうん、まずここの五木村に行って、うんうん、このおばあさんに会ったようなんですよね、うんうん、菊江さんに、うん、竹本。でもそこの集落はちょっと行けないと思うよ。で今ねあのもう一度ね前回あの動画でお見せしたんですけど、うん、お見せしますけれどもね、うん、一回テップに取り上げられたんですよこの方、うんうんうん、で熊本県の五木村ってどんなところって、うんうん、で菊本菊江さん、この時まだ89歳ですけど、うん、2年前だからね、うん、今91歳ですね、うん、でこの人が住んでるところってすごい秘境と言われていて、こんなところにあるんですよ、うんね、いやちょっと行けないと思うよ、うんうん、そして2020年熊本で豪雨災害があって、うんうん、こんな風に根っこから倒れていて、うん、道が塞がってるの、うん、でただでさえね五木村、うんまで行くの大変なのに、うん、そこからさらにこういう道のないところを通って、うんうんうん、このおばあさんね、うんうん、住んでるところを、うんうん、あの行かなきゃいけないって、一日で行けますかって。っていうかね、無謀だよね、計画立てること自体が。うんうんうん、でこれね、あのまとめ屋さんっていうツイッターのアカウントがあって、うんうん、その人もね、まあ、五木村のことについて写真でこう取り上げてたんですけれども、うんうんうん、まあすごいところにあるんですよっていう話なんて、こんな崖で道がないみたいな、うんうん、ここに久くんが行ったらしいんですよ、一、うん、日で。だからね、あの少しね先回りして結論言うと、おそらく五木村のあたりには行かれたかもしれないけど、うん、どうもね、あのいや実はねこの推測は前から立ててたんだけど、少しちょっと裏付けが取れつつあるなと、まだはっきりしないけどね、誰かが代わりにねストーリー作っちゃったんじゃないのと、こういうふうに見たという、うん、いうことを疑ったんですよ。でそれでの疑いのね、疑いの矢を立てられたのがですね、池谷さんでね、初め我々が池谷さんずっとこの焼け畑の研究していて、本も出したばかりなんですよ、4月に3月に、うん、出したばっかりで、すぐいきなり4月にこれが出てきたんです、うんうん、だからこの本の中身でこれうまくやれちゃうなということで旅行組んだかなと。そう、東大に行くための研究ね、うんうん、なんかそういうものがないと推薦して、うん、推薦入学のネタだよね、うん、ネタにあのトンボがどうも芳しくないし、小笠原の話もどうも偽作文でやばくなっちゃったから、うん、こっちでやろうかということを考えたかなと。そういう時にね、あのずっと私どもが言っているように、山科鳥類研究所も含めてね、献上研究ってあるわけだ、献上したわけだ、研究成果を、うん、雇われたり研究に補助金が出たことの引き換えにね、エイミア殿下のお家に献上しちゃうんですね。でそんなできるはずもない研究やったり、あるいはこの間もですね、昨日のニュース上一郎で言ったんですけどね、モデルがあるんだよね、うん、例えば周さんね、川島周さんがどうやって准教授になったか、どうやって実績ない実績をかき集めてねやったかったら、結局 人と一緒になんか書いて事実上論文書いてもらったのをね、身内のところで発表して、身内団体を作ってそこから奨学金までもらってやっていくっていうパターンがあったけど、それと同じようなパターンをね、
これでもやってんじゃないかと。池谷さんなんかはもうはっきり言えばですよね、もう全部上たどると正田洋一さんなんだよね。ね、こういう調査してますから、正田洋一グループっていうのをずっとね去年から掘っていて、うんうん、こう池谷さんのこともあったんですけれども、うんうん、いつ発表しようかなと思ってストックしてたんですよ、うんうん、そしたらいきなりこれが来たんだよね。来たよね。でそれこれ発表したと、うんうん、またしてもこれ発表なんだけど、今回ちょっといろいろね、びっくりしちゃった世間のところでの、まあ誤解言ったらあれだけども、あの発信者の方これぜひね、あの参考にしてまた調べ直してもらえば、うん、あれするけども、それをその他にちょっととんでもないことが分かってきたでしょ。そう、まあ、うちでね写し出したものはスクショしてツイッターとかで拡散してくれて構いませんので、うん、構わないよね、うんうんうん、まあ、ツイッターって人のツイートだけどね、うんうん、で今回ね、うん、ツイッターですごい話題になってて、うんうん、私の方でもね、たくさんの人からね、うんうん、取り上げてくださいって来たんですけれども、うんうん、実はこういう人がいるんですよ、濱井幸子さん、うんうん、その人ね、我々と同じ世代なんだね、悪いけど、ね、いや私と同い年だったの。同い年なの。そうそうそう、日の絵馬、日の絵馬のおば様、日の絵、1966年の神戸生まれの、うんうん、まあ、旅行ライターね、うんうん、旅行のなんかいろいろ書き物とかしていて、90年代からね、うん、中国とか台湾とかね、韓国とか東南アジアとか、まあ主にアジアの方を回られていた方、うん、私はでもそのこの人についてレポートをね、おしっこ我慢するレポーターじゃない、なんとか名前つけてよ、いいんだけど、雲南省行ってんですよこの人。そう、雲南省、雲南省といったら何が始まったとか、98年に雲南省鶏と人の文化研究旅行、団長正田洋一、エイミア夫婦研究団員で参加、川島修も参加ってやつですね。そう、11日間のね、多分 DNA 情報を取られたやつね、チャイナに。うん、ただまだね、うんうん、その正田洋一グループとの接点ははっきり言いますけれども、うん、まだ私たちの方では分からないです、うん、いろいろ気になることはあるけどね、うん、気になることはあるけれども、うん、まだ明確なものなくて、ちょっとやっぱね、うん、土日って調査しにくいんですよ、うん、役所が空いてないからしょうがないよね。そう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 、役所がやっぱ空いてるとうち調査が進むんですよね、うんうん、でこの方がなんとSNS にこんな写真載せてたんですよ。そう、それびっくりね。うんうん、ね、うん、今、椎葉村龍神館、すごい山の中だった、来てびっくりしたのは、今年4月に、栄宮様と紀伊子様が泊まりに来てたっていうのを、いきなり写真で載せてたの、うん。びっくりじゃないですか、あんなに写真とかないって言ってたのに。うんうんうん、これ。これ投稿したのはごく最近でしょ、16日だね。そう、16日、うん、ツイッターのね、うん、夢風鈴さんっていう方が、うん、紹介してくれてたの、うん、びっくりして、びっくりだね、すぐ見に行きましたよ私も、うん、ほら、うん、証拠、今頃証拠、なんで今出てくるの、なんで今って。それでこれで一番思い出したのが鳥羽国際ホテル、鳥羽国際ホテルね、後から、そうそう、後からホームページ改ざん、うん、後から証拠っぽいものを提示してくるパターン、うんうん、ね、でなんとこれ椎葉村の広報誌なの、うんうん、広報誌、あれこれ上下に写真あるけど、この広報誌のやつ僕も SNS で見た時にね、うん、すぐ思ったのは上の写真、うんうん、3人だけ顔の色違う、うん、民度も違う、 なんかねちょっと輪郭がおかしい、もうはっきりあり手には合成写真じゃねってとこなのね。で下の写真もちょっとあまりにもなんか不自然、うん、でももっとびっくりすることがあるんだよね。ね、あとでみんなで調べてくれて、このページ存在してんの。そう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 、あでね、まあこのページ、その話をじゃあまず先にしますか、うんうん、これね、こういう広報誌に載ってたんですよ。でこれ皆さんに載ってることになってるって言った方がいいんじゃない、そう、うん、村の村もね、一応村の広報誌っていうのが、皆さん椎葉村のサイトを見ていただければ分かるんですけれども、なんとね1958年版くらいからあるの、うん、全部 PDF 化されてるの、うん、すごい、うんうん、でここに
月1回だからね、これ。そうそう、月1回乗ってることになってるんですけれども、うん、なんと5月号、6月号にそれが出てないんですよ。え？出てないの。だから要するに、これ6月号だよね。確か。いいんですよ。6月号だよね、今年のね。ちょっと何月号だこれ、ま、何月号だ6月ってこれ書いたでしょ、これ、うん、6月号、うん、村の出来事っていうページね、うん、別のページが載ってんだよね、5ページで、これ6月号で村の出来事でしょ、うんうんうん、でこれ5ページに載ってるはずなのに、うん、別の内容が載ってんだよね、うん、PDF には6月号で、うん、これじゃないんだよね、これじゃないの、なんか取ってつけたように後で5ページ作ったのって感じ、うん、5ページだけど、これだってシーバソンのホームページから出てこないでしょ。出てこない。ヒサ君のは出てこない。出てこないでしょ。サイトから出てくるのはこれなんですよ。これ同じページですよ、これ皆さん。5ページですよ、5ページ。何あれ、幻の5ページだったよ、ヒサ君。幻の5ページ。もうこれでもうね、こんなことがあること自体で、エミはおかしいよ。でね、ちなみになんですけれども、2009年にエイミアが来た時にはちゃんとこうやってね、うん、詳しい記事になってこれも残ってますから、うんうんうん、過去のなんていうかほら本当に行った時のってきちっと残ってるよね、うんうんうん、それがあれな、何ですかって感じ、これどっから持ってきたんだろう、これね、旅行ライターの人、旅行ライターの人ね、うん、紙だよねこれ、うんうんうん、紙媒体だよね、それ、うん、これって印刷したやつ、住んでる人たちに配られるのかしらね、多分そうだよね、なんかプリントアウトかな、こんな、ね、そのページだけこう紙がパラッとあるっていうのはさ、うん、広報誌じゃないよね、でいきなり唐突に現れたんですよ、これが、うんうん、ともかくね、これ上の写真ちょっとアップしてみて、あんまりそれにね集中しちゃいけないんだろうけど、他の人たちがね、横に座ってる人も含めてだよ、現地の赤っぽい顔してるのに、このひさくんとご両親は白っぽい顔でちょっとぼやーっとしてるんだよね、あとね対比的に見ると小さい、相当体格大きいじゃないですか、お父さん、ひさくんだって背は大きい方だよ、小さい、うん、こんな顔ちっちゃくありません、エミア殿下は。だってほら左の人見てごらんよ、でかいでしょ、どれくらい体格してんのって感じじゃない、でもみんなでかいじゃない、うん、おかしいんだよこれ、うん、顔の色全然違うからね、この3人だけ同じ光が当たってるはずでしょ、屋内でこれ畳で、前は日に焼けてるってことはない、あ、畳靴かこれ、日に焼けてる、それはないよ、下の写真、うん、下の写真もねちょっと不自然なんだ、これ上手に切り張りしてるような感じなんだよね、うん、ともかくこのページはだって第一このページ自体が存在してないんだよ、うん、そう、うん、このページ自体が存在してない、明日多分さ、うん、役所に問い合わせる人いっぱいいるんじゃない、うん、いると思うようちが問い合わせなくても、うんうん、うち問い合わせるけど問い合わせますけれども、うん、みんな役所の人なんて言うんだろう、うん、これはこのページだけ村の人に配ったんですとか言うのかな、うん、でね、変なのは、うん、その目次なんだけれどもね、目次5ページないんだよ、そう、目次に5ページがないの、うん、ということは何かしらの作為があるな。なんで5ページ目次にないの？うん。変だよね。これね、赤で囲ったとこだね。そう。うん。5ページないですよ。急いで仕事したのかしらね。急いで仕事したんだね。なんか上から命令来て、うん、キーコがまた命令出したんじゃない？うん、キーコだかなんだかね。こんなね、小手先のことやって。うん。